アブバケールカキカーミスは、スーダンの陸上競技選手、専門は800メートルを主とする中距離走。第13回世界陸上競技選手権大会男子800メートル銀メダリスト、2008年北京オリンピック、2012年ドンドンオリンピック800メートルスーダン、代表。2008年2月、スウェーデンの競技会1000メートルで2分15秒7を記録し、 この年の1000メートル世界ランキング1位を獲得した。3月9日には2008バレンシアで開催された世界室内陸上競技選手権800メートルにおいて優勝、18歳と262日での体感は最年少優勝記録であった。6月6日、オスロで開催されたビスレットゲームズ800メートルにおいて1分42秒 69? のジュニア世界記録及びスーダン記録を樹立して優勝した。従来の記録は1997年ケニアのジャフェス、キムタイが残した1分43秒64であった。8月、北京オリンピックでは準決勝発着となり、決勝進出はならなかった。2009年8月世界陸上競技選手権800メートルでは、準決勝で転倒し途中棄権の結果に終わった。 2010年3月、ドーハで開催された世界室内陸上選手権800メートルでは1分46秒23の記録を残し、前回2008年大会に引き続いて優勝を飾った。2004年に陸上競技を始めた。それまではサッカーの選手であったという、スーダンエルムグラット出身、遊牧民ミスセリアである。 身長 176cm、体重 60kg、2010年世界室内陸上競技選手権大会にて、ありがとうございます。